皆さんこんにちは。今回は久しぶりに情報募集動画になります。いろいろとリクエストをいただいております。リクエスト投げたのに取り上げられていないぞ、という人は再度コメントいただけると幸いです。普通に見落としてるか、忘れていることが多いです。5つ目、レンタルビデオ屋で見かけた悪趣味なビデオ。20年前に、近所のレンタルビデオ屋で見かけたらしいのですが、パッケージに指に針を刺したり、見るからに痛そうな写真が載っていたそうです。デカデカと、痛い、と書かれた文字が印象的だったそうで、マニアックな人向けのビデオなのではないか、という話でした。こんなビデオ普通に売ってるのかなと思っていたのですが、どうやらこの手のビデオは結構あります。例えばこれなんかが、近いかなと思います。ただ、痛い、と大きく書かれていないので違うかもしれませんね。2つ目、日本昔話の奇妙な回。昔見た日本昔話のアニメで、変な話があったらしいです。天の弱な子供の話で、山に行けと言われれば海に行くような子供が登場する回だったらしいのです。話の終盤で、その子供のおじいさんが亡くなってしまうのですが、このシーンで見たこともない白装束を着たおばあさんが、枕元に立っているという描写があり、そのおばあさんについては一切語られずに終わったそうです。この謎のシーン、見間違いだったのか、演出だったのか気になるそうなのでご存知の方、いらっしゃれば教えてください。3つ目、恐怖映像番組で見た黒い女。10年から15年ほど前に、あるホラー番組で見た怖い映像を探しているそうです。その映像は、PC で作業している人を右者後ろから撮影した動画です。この動画がかなり異様だったようで、黒い女の上半身が映っていたそうです。そして、カメラを後ろに回すとその黒い女が、後ろに出てくるという内容で外国の映像だった可能性が高いらしいです。黒い女は若干、赤みがかかった色だったようで、とにかくこの映像が今でも印象に残っているとのことでした。黒い女、と聞くと、呪われたアパート。の後半に登場する女を思い出しますが冒頭の部分とだいぶ異なるので違いますかね。こちらも情報募集中です。4つ目、アイスアイコン。こちらのアイコンをご覧ください。一見、可愛い普通のアイコンなのですが、曰く付きです。2007年頃に、2チャンネルで話題になったある女の子のブログがありました。そのブログでは、リスカの写真がアップされ、いわゆるメンヘラ系のブログだったようです。最終的に、女の子は電車に飛び込んだと噂されていますが、そのブログで使われていたアイコンがこれです。しかし、画像検索しても、一切そのような情報は出てきません。私が少し調べた限りでは、いくつかのツイッターアカウントでこのアイコンを使用している人がいました。ある程度の人たちに認識されているアイコンということは間違いなさそうです。2007年の話なので、検索に引っかからなくなってしまったのか、そもそも嘘なのかご存知の方がいらっしゃれば情報をお願いします。今回、取り上げさせていただいたリクエストは以上になります。もし知っている方がいらっしゃれば、些細なことでも構いませんのでコメントお願いします。リクエストはブログの問い合わせ、両つべのコメント欄、ツイッターで受け付けておりますので、お気軽にどうぞ。